しかもこの3つが逆に今転職すべき理由にもなっちゃってたりするんで、じゃあまた転職するんですか。だからそれを理由に転職するってまずいよっていう感じ。島田さん、はい、ちょっと今回ですね、はい、コメント欄に面白いコメント来てまして、はい、転職してはいけない人の特徴を教えてくれってのが来てて、いいですね、めちゃくちゃいい観点です。いや、このなんか転職時代じゃないですか。そうですね、転職しろしろってみんな結構煽ってるじゃないですか。確かに。大丈夫なのかなっていう。いや、大丈夫じゃないです。大丈夫じゃないですね。そこのなんか根本的原因とか、はい、転職もちろんした方がいい人がいるじゃないですか。そうですね、はい、なんかその観点でいくとヤバい人の特徴ってやっぱり具体的にあるのかなっていうところですね。あります。なるほど、めちゃめちゃこれ気になります。3つぐらいあるんですけど、はい、しかもこの3つが逆に今転職すべき理由にもなっちゃってたりするんで、マーケット的に。そうなんですね、はい、あ、これも当てはまってるから転職しようね。いやいや、これに当てはまってたらむしろ転職しちゃダメなんだよっていう話をします。ちょっとこれを視聴者さん的にも心当たりがあるような、はい、うん、じゃまず1つ目教えてください、はい。一つ目は人間関係が悪いから。え、これよく聞きますよ。よく聞きますね、はい、逆にダメです。だってパワハラとかセクハラとかしたら、はい、結構やばいじゃないですか。そうですね、そこはそうなんですよ。もう大前提、皆さんもう本当に目に見えてわかる、はい、客観的に見てもこれやばいよねっていうパワハラとかセクハラ、これはもう一旦除外しましょう。そこはなしですね、はい、これはもう潔く逃げてください、転職してください、はい、それは OK と。さすがに厳しいっていうと、じゃあちょっとこの人と仲良くないんだけどとか、うん、そういう感じですか。おっしゃる通り。なるほど。その人間関係が悪いっていうのは、はい、そもそも自分が作り出してる人間関係の状態なんですよ。これはそうか、うん、なるほど。世の中にはいろんな人がいて、数ある会社の中のこの小さな一つの会社ですらもう本当にいろんな人がいるんで、はい、じゃあある一人と本当にうまくいかなかったです、はい、仮になったとしても、うん、それを解決するために転職して配属先が、あ、この人でよかったってなっても、じゃあ上司変わりますってなった時に、またもともと嫌だったような人と同じようなタイプの人が上司になりますっていうこととかって全然あって。いや、確かにありそう。じゃあまた転職するんですか。いや、そうか、同じことも繰り返しですね。同じこと繰り返すんですよ。で、そういう人めちゃくちゃ見てきました。で、声高らかにこの上司がこういうタイプなんで、はい、あたかもその上司が悪いような言い方するんですけど、本当にうまくやってるやつはどんな人が目の前に来てもうまく人間関係作って成果出しに行くんですよ。うん、確かに。それができてないということを上司だったり仲間のせいにして、自分がいい状態で人間関係を作るっていうことから逃げてる、うん、だからそれを理由に転職するってまずいよっていう感じ。まあ確かにそうですね。みんなと仲良くしなさいっていうわけじゃないですよね。そうですね、別に そこじゃないです。別に仲良し攻撃 しなくていいんで。もうそういう人と、自分が苦手だなと思う人とも有効な、じゃあ人間関係が築けるところを努力で探すというか。おっしゃってます。もっと言うと、例えば、まあ、過去含めてこういうタイプは苦手だみたいなのって、まあ、一人一人あるはずなんですよ。そうですね、あると思うんですよ。例えば目上の人と対峙するときはちょっと萎縮しちゃうとか、はい、うんうん、ありそうです。これってのは上司関係ないじゃないですか。上司が何か悪いことしてるわけじゃなくて、自分がただただその状態を自分が作ってるんです。確かに固定概念もそうありますね、うん、例えば幼少期お父さん、はい、お母さんが厳しくて、うん、上の人から厳しいこと言われるんだっていう無意識が入ってたり、上の人には逆らっちゃいけないんだっていう無意識が入ってたり、本当は優しいかもしれないです。ただ自分が勝手に上の人は怖いものだとか、うん、このように関わらなきゃいけないって思って、自分がギクシャクした人間関係を自分で作りに行ってたりするわけですよ。上司が悪くないのに、こういう無意識に入ってる人を見る時の自分の観点みたいなものが出てきてて、それで人間関係を作ってるんですけど、それ自分のせいじゃないですか。そうですね、まさに上司のせいじゃないです。なのにそれで転職するってはだはだおかしいじゃないですか。確かに自分で逆にストレスになっちゃってるんですね。そう、自分が自分で自分のストレスを作ってる人間関係って、それすら気づいてないとは言っても、努力してもこの人は人間関係悪くなっちゃったみたいな人も出てきそうじゃないですか。そういう人はどうすればいいですか。頑張ってください。そこは頑張りなさい、はい、じゃないと結局いろんな人が目の前に来るんで、限られた人としか仕事できないとか、うん、小さい世界に収まっちゃいます。でもそれでもいいっていうことではいいですよ。うん、なるほど。だけども結局転職しても会社っていろんな人がいるから、うん、また同じこと繰り返しますよ。それでいいですかって、まず社内で自分が人間関係を良好な形で作るってことを突破してから、それでもやっぱり違う会社がいいっていうことであれば転職したらいいです。そっちが先です。ありがとうございます、はい、じゃあ一つ目はその人間関係が悪いからという理由ですね。ですね。これ危ないですね。危ないですよ。そんな中じゃあ二つ目、はい、二つ目はスキルがつかないから。
お、これなんか現代問題ではありそうっすね。そうっすね。もうここでは自分はもうスキルつけるのは限界かな。よし、うん、じゃあ次行こう。いやいやいや、ちょっと待ってよって。なんかステップアップっぽいですよ、今話を聞いたら。はい、そうなんです。あたかもそれはそうだよねって見えがちなんですけど、はい、そんなことなくて、だいたいそういう人の傾向として本当にたくさんの人を見てきたんですけど、その会社の上司やその1個目の部長や、もっと言うと人事や社長に、うん、自分はこんな経験を積みたくて、こんな能力を獲得したいから、このような機会をくださいって直接ぶつけに行きましたか、リクエストしましたかって、まあ、そんな環境はなさそうだって自分で判断してそうです、はい、でもほとんどがそういう人で、本当にそこまでやって転職って考えてないんですよ。でこれどうなるかっていうと、仮にじゃあ新しいとこ転職しましたってなっても、自分自身が自ら動かなくても、ただそこで頑張れば得られるスキルしか獲得できなくて、うん、その会社のリソース全てを使ってるわけじゃないし、結局また同じようにその業務内容で得られるスキルだけ吸ったら別に自分で機会を作るわけじゃないし、はいじゃあもうおしまい、はい続き、いやいやもっとあるでしょって。私今の話を聞くだけでも上司はまだまだいるわけで、そこのポジションも体感したことないし、うんはい、その会社だけも身につくスキルはその時点でありそう。全然あるんです。その中でもいやいや島田さんと、うちの会社老舗で古い考えのとか、うん、いう人がなんか出てきそうなんですね、はい、もうこれも自分の可能性を自分で狭めてるだけで、古い会社です、すごく硬直的で変化も遅いし、うん、じゃあそれでも本当に社長に直談判してこういうことをやらせてくれとかってやったことありますかって、その上で言ってますかね。自分がそこでその先の限界を突破するための提案や行動をしてないだけですよねって、この状態を多席と呼びます。なるほど、耳が痛い言葉ですね、はい、その多席な状態で転職して次のところ行ってもまた同じように、あもうこの会社ではスキルつかないから、はい次、この人生どうなってんねんってなりますね。なるほど、確かにね、その中でじゃあうちの会社はでかいから社長に声なんか届かねえよっていう人は、届くところまでまず行けよと、うん、言ったりじゃないですか。今ではその大企業の社長ですらツイッターをやってたりしてる、フェイスブックをやってたりしてる、いくらでもアプローチの仕方があるわけですよ。それやってください。それやったら自分やばいやつなんじゃないかって周りに思われそうっていう人もいそうですね。いそうですね。もうそれまでです。でそう思ってじゃあその行動をやめるか、そう思ってでもまだここではやれることがあるからそれを実際に実行してみるか、全然違うんで、でこれが自分の進化やスキル獲得を自分の自責で作ろうとしてる姿勢なんで、そしたらどこ行ったっていくらでも成長するはずなんです。それを会社で得られるスキルはこれぐらいだからって勝手に決めつけて会社のせいにして、めちゃくちゃ多席じゃないですか。そうですね。そんな人はどこ行ったとしても吸収できるものめちゃくちゃ少ないですよ。もちろんそれで独立していく人とか転職していく人はいるけれど、もうそこのスキルがつかないっていうのはもう基本言い訳なんですね、うん、そうです。だから本当にやりたいことがあって、これを社内でやれないからもう外でやるしかないんだと、こういうのはもう全然いいですよ。だってやりたいことのためにもう外に出るって、これも転職とかじゃなくてもう全然違う話ですから、やっぱ言ってもダメだったみたいな人の場合はどうですか。これはいいと思います。あ、いいですか。実際にチャレンジしたんで、さすがにいろいろ掛け合ったけど、もうこんだけ掛け合ってもさすがに無理なのか、うん、これはさすがに環境を変えるしかないな、うん、これはいいじゃないですか。アクションしたことに価値があって、まあ、ただもちろん実力不足のケースもあるかもしれないか。そうですね。こういうところに自分自身のキャリア、仕事に対する自責の強さが現れるんですよ。確かに、はい、それでリクエストしに行ってダメでもその結果があるから次の行動ができますもんね。おっしゃる通りです。なるほど、ありがとうございます、はい、多席関係ここまで続きましたが、はい、ラスト3つ目。3つ目は年収が上がらないから。え、これめちゃくちゃありそうじゃないですか。ありそうですね。年収を上げるなら転職しろっていうキャッチコピー聞いたことあります。はい、真逆です。真逆なんですか。本質はどういうことですか。これもさっきともうニアリーイコールで、そもそも自らリクエストしてますか。僕の好きな言葉で、ね、自ら機会を作り機会によって自らを変えよう、この言葉すごく好きなんですけど、うん、もうこの言葉そのままです。でも島田さん、うちの会社は年功序列で、はい、来た、1年間に1回しか昇給もしないしっていう人結構いそうな感じするんですけど、はい、それが今までの普通なだけで、これからあなたが新しい普通を作ったらいいじゃないですか。それを提案したことありますか、やったことありますか。提案してそれを実現しようとしてここまでやったけどダメだったなら分かります、うん、でも何もやってなくて、ただ周りがそうで、ずっと過去からもそうで、だからきっとダメだろうは、もう自分がただただ可能性をそこで狭めてるだけじゃないですか。でこのスタンスが、この年収上げるとか以外の何かしらのチャレンジにおいて自分が自分の可能性を潰すってことをやっちゃうんです、うん、なるほど。年収を上げるということ以外も抽象度上げると同じ話してるんで、はい、結局できないことを外の環境のせいにするでしょって。多席思考です。はい、多席なんです。なるほど。ここがもう皆さん気をつけてねって、その会社で
本当に年収上がらないのと、本当にスキル上がらないのと、ここは見た方がいいです。前提とは自責で、より社内でその今ある環境で行動して転職して年収を上げるのはもちろん大前提あり、はい、だけれどその一歩手前のとこですね。そう確かにこの3つやっぱりやっちゃってる人も全然多いと思いますし、多いと思います。これ自問自答してから転職活動するのありですね。そうですね、まずは一旦立ち止まってください。はい、大体多くが逃げになっていくんで、人間関係が悪いから、スキルが上がらないから、年収が上がらないからという現実を作ってるのは誰ですか？会社じゃないですよ、あなたです。はい、自分です。はい、それを会社のせいにして、会社を変えたらなんとかなるんじゃないかっていうスタンスが何ともならないんです。これ響きます。非常に会社が今多いし、人材不足と言われている時代だからこそ、そうですね、大転職時代じゃないですか。はい、この本質分かってないとちょっと怖いですね。そうなんです。箱だけ変えてるだけで、自分全然変わってないです。なるほど。箱変えて、変えた箱がいいから年収が上がってるだけで、あなたの実力が伴った年収アップじゃないんですからね。これ皆さん気をつけてください。箱だけ変わってるだけで、自分は何も変わってない。そんな転職しても何も積み上がらないですよ。なんかそもそも、まあ、全部がつながってくるんですけれど、自分のなんか理想のキャリアを築きたいっていうところも、これがあるとダメそうですね。築けられないし、積み上がっていかないんで、環境がないと自分をそのようにさせられないって、積み上がっていかないですね。ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、はい、逆に転職したらいけない特徴、はい、参戦ということ で、 でした。これを踏まえて皆さん転職活動してもらったら逆にいいですね。はい、はい、いろいろ整理がつくんじゃないかなと思います。うん、ありがとうございます。ということで、まあ、このチャンネルではですね、このように、まあ、転職とかですね、理想のキャリアを築くために必要な情報を出してますので、はい、引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。お願いします。ということで本日も島田さん、ありがとうございました。